キシード仮面様。真っ赤なバラの花は誰のため？真っ赤なバラの花ってね、愛と喜び、美しさと純潔の意味があるんですって。だから真っ赤なバラは結婚する花嫁が持つ花なんですって。ギリシャ神話ではね、美の女神アフロディーテの象徴としてロマンチックな伝説がいろいろあるの。ヨーロッパでは香水として使われたの。それに皇帝ネロはたくさんの真っ赤なバラを天井から降らせたことで有名よ。次から次へと落ちるバラの花、とても綺麗だったでしょうね。ナポレオンも同じようなことをした。え？愛するジョセフィーヌのためにバラの花びらを床いっぱいに敷き詰めたそうだ。素敵。真っ赤なバラは熱烈に愛する人への素直な気持ちなんだ。ねえ、あなたはそのバラを誰に捧げるつもりなの？遠い遠い昔、記憶の奥底によみがえる美しきプリンセス。それは？月の王女セレニティ。君に会って僕はやっと気がついた。君が一人ぼっちだったということ。自分で自分を一人ぼっちにしていたんだ。でももう一人ぼっちなんかじゃないわ、タキシード仮面様。エンディミオン、疲れたら私のところに帰ってきて。ああ、その瞳、美しい。お願いだ、このままずっと君の瞳を見続けさせてほしい。